ははいこんにちは休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学です。本日は2020年5月5日、子どもの日、中1数学教科書第7章、資料の活用その2、平均値、中央値、最頻値をやっていきます。で私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。で私の市議としての新型コロナ関係の情報発信は朝倉メイキャル公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。で本日は 子供の日で,ですのでやはり、えー、今の事態が打開される願いも込めて本日声、こういうのもおりを掲げました、えー、そして私たちは、えー、コロナの中で休校ということになっているんですが3月の16日に、えー、それを、まあ、あのコロナを乗り越える数式というのを思いつきましたので紹介しておきますコロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となるということで頑張ってまいりましょう で中学ではこのようなカリキュラムで、えー、数学を学ぶはずです、えー。このカリキュラムですね、えー。ところが3月の休校でこれが学べてない、えー、そして中、えー、今4月、5月の休校でここの部分が学べてないことがあるので、ここを補填しようということで、これまでここを発信してきてすでに YouTube に載せておりますで。ここまで終わりました。よって今中1の3月に弱くなっている、あるいは学べてない、この資料の活用と、 整理と活用ということで統計学の分野の処方をやっていきます。でまず昨日から昨日もうすでに1回発信をしてその中で例を出したんですが、えー、そのバラバラの値の数値の集団ですねそれを分析する分野なんですが、えー、その値の特徴に、まあ、2つ大きなタイプがあるととびとびの値を数資料、えー、を通る資料。 釣れた数とということですね最低1匹で最低、浅、まあ10最高10匹ぐらい釣っている人が人、まあ、全部で50人調べたんですが、えー、例えば4.5匹とか2.2匹とかそういうのはないですね、整数の数値です。一方、えー、この連続した値を取る資料というのは例えば20人の子供が遊んだ紙飛行機の滞空時間を調べてみるとストップウォッチで100分の1秒まで数えると3.07とか3.40とか2.87とか。 えこう割り切れない、えー、微妙な数字が、えー、ら連続的に並んでいるんですねでこういう資料の取り扱いこ整数で割り切れない数字と、えー、それからまあ小数まであるような、えー、連続する数字の取り扱いについて比較しながら見ていきたいと思いますでまず範囲という考え方なんですが範囲というのはまず資料全体がどれぐらい、えー、散らばっているかというのの程度を示してくれます最大値から最小値を引くんですね 例えば、この魚釣りだと最高10匹を釣った人がいる、で最低1匹を釣った人がいるので、10から1を引いた9匹がこの魚釣りのグループの中の範囲ということになります。ということですね、まあ、この表でまとめるとこの10と1の間ということになります。でちなみに、昨日の学習内容ですが、こういうばらついた数字は棒グラフで表して、棒と棒の間を離して、数値を、人数を表して、 えー、グラフを作ると、まあ、見やすくなるということですね。それでは次に、あのー、先ほど言った、えー、紙飛行機の滞空時間小数点、えー、2桁ぐらいまであって非常にあの連続した数字を取り得るような値の場合にはどうするかというと、まあ、その中でも最も大きい値と最も小さい値を調べてそれを引き算すると範囲が出る点は一緒なんですね。た、えー、ただこ,こういうばらついいつ値を分析する時に えー、階級というのを設けて、ここまでの範囲の人が何人いますかというふうなグループ分けをするんですね、2.20秒から2.40秒未満以上から未満までが、えー、これ2人と、でここ2.40から2.60が1人と、2.80から3.00が最も多くて6人いるというふうに、この階級にグループ分けした上でこで、グラフに表すことができます。でこれ、ヒストグラムというんですが、これさっきのグラフと違って、 えー、この幅と幅のぎりぎりまでその値がありますのでこう棒,グラフ棒,棒の形をきちんとよあの離さずにくっつけるというのがこうヒストグラムの特徴ですで。このヒストグラムを作るといろいろこういう値も分析しやすくなるんですね。それでは、えっと、代表値のことについて、えー、今日は学んでいきたいと思います。代表値というのはその資料のばらつき全体を代表する値なんですね。 でその代表値、セントラルバリューには3つあります、で1つ目が一番有名な平均値ですで、平均値はアベレージとかアベレージバリューというんですが、あのー、資料の値を全部合計して、それを資料の個数で割ればいいと、でこういう整数の場合には簡単で、あの全部、あのー、魚の1匹釣れた人が4人、で2匹釣れた人が8人ということを全部掛け合わせて足していくと、まあ、全部でこの 釣り場では270匹釣れましたねで50人で釣ったの百 270÷50 なんで,で1人当たり5.4匹釣れましたねというふうに平均値が求めることができるさて、えー、今度そのバラつきのあるこの、えー、あの連続的な値である、えー、この紙飛行機の場合にはどうかというとやはり同じように、まあ、注意深く全部足して20で割ってもいいんだけどせっかく度数分布表を作ったと。で度数分布表を作った時には これからいうやり方で禁じできるんですね。その各階級の度数、人数が分かっていますで。各階級にいる人はちょうどこの階級の真ん中の値、2.20と2.40の真ん中2.30ですね。2.30の値を持っていたというふうに仮定して全部掛け算します。その階級の度数と、それからちょうどこの階級の真ん中の値である階級値を掛け算をして足していって、 えー、行くと実はそれがあのま、ー、ちょ微妙にずれますけどほとんど同じ値で、えー、資料を全部足して割った値とそんなにずれないんですねということで、えー、度数分布表を活用して平均値を求めることもできますそれでは代表値の2番目なんですが中央値メチアンというのがあります資料大きさの順番に並べて、えー、た時のその中央の値ですでを 大きい順に並べても小さい順に並べてもいいです。まあ、結果的に真ん中だけを見たいので、えー、並べ方の順番、大きい順でも小さい順でもいいです。さて、えー、ただ、この中央値を考えるときに、資料が奇数個なのか、偶数個なのか,なのかで取り扱いが違うので注意していただきたいんですね。で、えー、この資料が奇数個の場合には、ちょうど真ん中の値がぴたりと決まるんですね。9人だったらちょうど5番目が、前からか、あ、これ、あの、 非常にわかりやすい例として単純に1から9までの数字が並んだあの9つの個数の資料を考えているんですけど、そうすると前から数えても 5, 番5が5番目後ろから数えても5が5番目ですので中央値は真ん中の第5ということになります。でこれは、えー、とこ,のこれぐらいの数だったら実際に書いてみて,見てちょっと真ん中の位置を確認すればいいんですが例えば 資料が N 個、例えば9999 99個と聞かれたらどうでしょうか、ちょっと一瞬戸惑いますね、何番目が真ん中になるのかというのは戸惑うと思うんですが、これです、資料が N 個の場合、N プラス1割る2が、2分の N プラス1がちょうどその番目の値がちょうど中央値になります。 でつ,つまり9999 99個の資料の中央値は9999 99プラス1で1万る2ですので5000番目が1位なんですね。というのは9999の資料を小さい方から順番に数えて5000番目ということと大きい方から数えて5000番目というのは実は同じ値なんですね、えー、同じところに行きますのでそれが中央値になります。 それでは次に、資料が偶数個の場合にはどうなるかということで、これも1から8まで並んだ数字を考えますと、えー、前半の最後が4番目で、後半の最初が 5, 番5になりまして、中央は真ん中には2つありますでこの。この間の平均が中央値とみなすという約束になっていますので、4と5の中央の4.5というのが、この資料の中央値ということになります。はい。 では同様に1万個の資料の中央値はどうかということなんですがこれはどう考えればいくと資料 N 個の場合には2分の N 個と2分の N プラス1番目の値の平均つまり8だと割る2だと4ですねでこれ実は前半チームの最後尾になりますそしてプラス1をすると後半チームの最前列になりますのでこの2人が中央値を構成する2つの 数になるんですねということで、えっと、もし1万個の資料の中央値と言われたら1万割る2で5000番目とプラス1で5001番目の値の平均値ということになります。それでは評価をし活用したい中央値の求め方ということ中央値は全ての値を全部きれいに順番に並べれば 求められるんですけど例えばさっきの50人の釣り場の、えー、釣れた人数を50人全部並べるのは大変です、それでせっかくこうまとめた表を作ったときには、これを活用するんですね、でそうするとこ、まあ、小さい方から数えても、大きい方から数えても結果的に同じになるんですが、えっとこ,れえー、これ4人います、でこれ、えー、小さい方から数えると計12人になりますで、これ18人、計20人、これ24人になります。 50人ですから、さっきの原理から言うと、25番目と26番目の平均値、そうすると24人ここまでいますから、25番目、26番目はこのグループにいるんです。ということは6匹です。6, 6と6の平均ですから、6匹ということになりますね。ということで、中央値が6ということが求められます。じゃあ、次にこの度数分布表ではどうなるかと同じように、度数を合計していきます。そうすると20人ですので、10番目と11番目の平均のはずです。 でそうすると10番目の人はこの階級,、えー、この階級にいて、えー、そして11番目の人はこの階級にいるんです、うん、ただ、やはりこの場合は具体的な数値を見つけなきゃいけませんのでこの6人のうち最も、えー、大きい値つまり2.80から3.00の間で最も大きい値をこの中で、まあ、あの元データに戻って、えー、あの調べます。そそうするととが最も大きいと、えー、そして ここ,にここにいる4人のうち最も小さい値の3.04を調べて、これを2つ割ればいいんですね。ということで、3.00秒ということになります。まあ、前半チームの最後尾と後半チームの最先頭の人の,あの平均を求めるというイメージですね。それでは、この代表値の第3番目として、最頻値というのがあります。これ、モードと言います。中央値はメジアンというんですが、えー 最遍値はモードと言いますで。モードという言葉は皆さんどっかで聞いたことないでしょうかあの最も頻繁にたるあ現れ現れたようなことをモードというんですがモードというのには流行点もあるんですねえ、まあ、東京モード大学園とか、まあ、洋服の、まあ、ファッションの流行をけん、まあ、その学ぶようなところにモードという名前がついていることがあるんですけどこれはこれと同じ。つまり、最も、 まあ、数が多いということは最も流行しているという、まあ、見方と一緒ですよね。さて、これは実は見方は簡単で、表においてもあの棒グラフあるいはヒストグラムにおいても、この棒が最も高くなっているとかあるいはこの数が最も大きくなっているところを調べばいいので、これは例えばこれは 2, 2匹だということが分かりますね、2匹を釣った人が8人もいますから、モードは、えー、最頻値は2匹ということになります。でその次、えー、こちらはは階級値は この階級の人が最も6人で多いので、えー、この階級値こ、この階級が最頻だということが、最も頻度が高いということが分かりますで、えっと。で、頻度が高い階級が特定できたら、その真ん中の値のことを階級値と言いまして、これをモードと意味出すことになっておりますので、2.90が最頻値ということになります。という形ですねで実は やはり、えっと、最頻値を想定するからにはこうある集団の数が最も大きい形にな,ならなきゃいけないのでそう,そうするためにはバラバラな値ではなくてや,やはり、えー、ある程度の,その階級を設定してその範囲にある程度の人数が集まる形で分析しないと、えーそのえー、最頻値は出てこないので最頻値を作るためには特にばらついた連続したグラフの場合、えー、データの場合にはこのように、あのー、きちんと。えー 範囲,を設定して範囲というか階級を設定してヒストグラムを作ってみるあるいはヒストグラムか度数分布表を作る人が必要がありますさてでここでよく、ま、やる間違いがあるんですけどあの最も大きい値を見つけるのは簡単ですね表においてもグラフにおいても特にグラフの値は一番高い棒を調べばいいから見つけるのは簡単ですけど 簡単なととこころで思わずミス,ミスっててししままうことがありまして何かというとあのここで答えるべきなのは2匹という数値ですでもこう8人という人数を答えたりここでも2.90という数値が実は最頻値の答えなんですけど6人と答えちゃったりすることがあります8人もいるからこそこの8人もいる2匹という値が最頻値なんだと6人もいるからこそその6人なんてたくさんの人数が いる値が2.90などだという発想をしていてその、その何人もたくさんの人が集中している値の値の方が最頻値ですので、6人とか8人とかいうふうに人数の方で答えないでください,、はい。それでは、その代表値でヒストグラムの上に、このヒストグラムの上に今求めた最頻値が例えば2.90、中央値が3.00です。で平均値が 3.01ということを表して、まあ、範囲も1.46と求められますけどこういうふうに図示すると非常にイメージが湧きやすくなりますでこの紙飛行機の対空時間の場合にはこの3つの代表値がすべて近いところに集まってますけど実は釣れた魚これ釣れた魚の方は本当は、えー、っとこ,うこういう棒グラフでヒストグラムじゃない時にはこの書き方あんまりしないんですけどまあ もしこの書き方をする,とするとこういう形になります。中央値が6、平均値が5.4、そして最頻値が2ということになります。そうするとこの3つはばらついてますよね。ということで、その3つの代表値がどの位置にあるかで、実は集団の傾向が分かる。例えばこっちはすべ、まあ、て中央に集中する,する傾向があるけど、これは平均はここだけど、で中央値もここだけど、 最も大きい、えー、たくさんあの人数がいる集団は2匹だったということで、えー、そういう,うその値のばらつきが出てくるということで平均だけでは示されない集団の,その特徴が分かるというのがこの統計的な分析資料の分析の、えー、この3つの値これだけじゃなくてこれとこれも活用する意味ですで本日はここまででありまして明日はもうちょっとせっかくなんかイメージが湧いてきたところなんで実際に 平均値が同じでもグラフのばらつき方でいろいろありますよという話を明日はしたいと思います。で本日ごご聴ありがとうございました。